これまでのあらすじ、 MMORPG ゲームヒゲオヤジオンラインの中に閉じ込められたひろゆき、現実世界に帰るにはダンジョン100層のラスボスヒゲオヤジを倒さなければならない。ひろゆきは1ミリも努力せずいきなり最強の力が開花。閉じ込められた10万人のプレイヤーを救うため、第1層から70層までのボスを全てソロで倒すことに成功した。いらっしゃいませ、こちらクエスト受付ドレス。どうされました？あ、なんだろう、僕と一緒にうんこ割りしませんか？はい。これスイカ割りのうんこバージョンなんですけど、なんか海でスイカ割りって、なんかもう普通すぎるじゃないですか。でもうんこ割りに海に行く人って、世界でもまだいないと思うんですよ。あれ、一緒にどうすか？絶対やりません。これってナンパですか？はい、いいえで答えてください。嘘つくのやめてもらっていいですか？これってナンパですよね。嘘つくのやめてもらっていいですか？これってナンパですよね。残念ですけど、ナンパとか受け付けてないんで、初対面でいきなりうんこ割りしましょうとか、頭どうかしてますよね。気持ち悪すぎです。本当にキモすぎです。クエスト起きないなら帰ってください。あなたって NPC ですか？はい。だとすると、生まれてこの方デートしたことないっすよね。だから何ですか？なのでデートの楽しさとか知らないと思うんですよ。あなたとはデートしたくありません。なんでですか？ナンパだからです。恋愛って全部ナンパから始まるんですよ。は？どんな場合でも異性と付き合うにはその人に好意を持って話しかけるわけじゃないですか。だから相手が学校の同級生なのか、職場の同僚なのか、僕みたいなお客さんなのかの違いに過ぎないんですよ。なので僕と一度うんこ割りを。うんこ割りはしません。あなたどんだけ好きなんですか？早く帰らないと出禁にしますよ。あなた NPC なら、このデスゲームがクリアされたらどうなるんですか？このゲームと共に消えてなくなります。ふぅー。僕とデートすれば、あなた長生きできます。なぜですか？今までのダンジョン70層を僕が全部クリアしてるんですよ。で、このまま行くと、あと半年もしないうちに僕が100層のラスボスのひげおやじを倒して、ゲームが終わってあなた死んじゃうんですよ。でも僕があなたとデートして僕が攻略をサボるようになったら、このデスゲームのクリアが遅くなるんですよ。なので僕とデートすればあなたの寿命が伸びます。そもそも私は NPC なんです。クエスト受付をするためだけに作られた AI なんです。だから恋愛なんて無理です。そんなの関係なくないですか？だから人工知能だとしても、こうして普通に会話できて人と同じように喜んだり悲しんだりできるなら、それって僕と同じ人間じゃないですか。たとえあなたが NPC で、どんな理由で作られたにせよ、あなたにも幸せになる権利はあると思うんですよね。でもひろゆきさん、すでに結婚されてますよね。いや、これは勇者ひろゆきっていう架空のファンタジーなんですよ。あくまで物語なんですよ。独身っていう設定なんですよ。いや、そもそもこれはゲームで、あなたはゲームのキャラクターなんですよ。例えば僕が恋愛シミュレーションゲームの甘神でヒロインの綾辻さんを攻略したとしても何も問題ないですよね。それと同じです。どんだけ動揺してるんですか？いや、全然動揺しないです。動揺しすぎてキモいです。わかりました。デートよろしくお願いします。ほう。どこでデートしますか？海でうんこ割りに。やっぱり行くのやめます。はい、冗談です。すいません。